トモザ、L2 世は、太陽系から、トモザの方向約183光年の位置にある、赤色巨星で変更性。基地の全近巨星分子星の中では、太陽系に、最も近いところに位置する星の一つ。98秒離れたところにある11.69等の B 星は、見かけの二重星である。脈動変更性で、SRB 型の半規則型変更性に、 分類されている。2017年改定の変更母子総合カタログ第5.1版によれば2.6等と6.2等の間を変更するとされているが、アメリカ変更性観測者協会によれば2.6等と8.0等の間を変更するとされている。周期は140.6日。SRB 型は半規則型変更性の中でも周期が不規則に変動する。 赤色巨星が分類される型であり、この星も脈動に伴いスペクトル型が M5EA、M6EA、e、の間を変化する。2005年の研究では、ミラ型変更性のようにカッパ気候によって、定期される脈動で変更する変更性と白鳥座 W 星のような真の反、規則型変更性との中間的な両方のメカニズムによる脈動で変更しているとされた。2015年に、 ヨーロッパ南天天問題の超大型望遠鏡 VLT による観測で、ロート状のゴミが星を挟んで対照的な形で囲んでいる姿が撮像された。この形態から、この星は前近巨星分子の後期にあり、双極性惑星上成分の形成の初期段階にあると考えられている。また、この観測で、中心星から二天問単位付近に確認された小天体は、 2016年にアルマによる観測によって4.69年の周期で軌道長半径 2.43au の軌道を周回していることが確認された。質量は12プラスマイナス 16mj と不確かさが大きいが太陽系外惑星または褐色外星と考えられている。ありがとうございます。